ちなみにここで第2のサプライズなんですけど、はい、なんと本日、はい、心霊スポットにテントで宿泊します。いや、これは本当に本当です。これガチでだから撮ってるのが撮ってないんだ今日。あ、でも撮ってるよマジで。これ最後のプログラムということで早速いきますか。これ一旦で僕が行きまして、まず今回それ今日はそれで終わりと掴めよう。いや待って、昨日も昨日で寝てないようなもんじゃん。はい、それじゃあ2日目の夜はテント宿泊になります。ホテルもホテルだったし、もう今日は俺は宿泊すんって分かってこれくらいの宿泊持ってきてんすよ。いや、そのまま一番ド M だよね。だってその自分で帰ってきてるでしょ。自分でも寝るんでしょ。してたの一番バカじゃん、普通に。まさかここでテントあるとはな。わ、すごい、すぐできる感じだ。簡単簡単。あ、いいね、いいね。でかっ。あ、結構でかいね。その斜め上でかい。おお。あれだな、間違ったら夏用だな、これ多分メッシュだから風通し良すぎてクソ寒いんだよ。まあでも今回寝袋あるんでさすがに下凍え死んじゃんで、まあ、そうだね、別に過酷な生活ではないから。テント宿泊ですから宿泊することに意味あるから。わあすげえ、ちゃんと俺初めてだ寝袋に入るの。あ、めっちゃあったけ、めっちゃあったけ。あ、寝袋ってすげえな。足出るけど、足出るけど、マジで、ね、めっちゃあったかい、超いい。俺めっちゃすっごい。てかすぐそこに新スパあるっていうの普通にやばいな。これ新スパだから一応。確かに。なんかそう、星も星がねすごいね。星が降るようで。あ、そっち？いや俺も。いつからるる。それ満天のじゃないの？あ、そうか。満天の空。今回なんと。コンロを用意しています。うわヌードル食べようじゃないか。これはすげえいいわ。ちょっとなんか嬉しがってんじゃん、テンション上がっちゃってんじゃん。これは嬉しいわ。もしかしてなんか俺水忘れてたやつ。水どこにあるのこれ、水どこにあるの。いや、なんかあったって。あ、そうさっき、うん、パーして、あ、すげえ、足開く。安定じゃないこれ、俺の人生みたいや。やめろって。俺らの人生じゃんこれ。俺らの人生みたいだけど。なんてやん。うわ、すげえ、すげえ、あったけー、めっちゃあったかい。え、しかもこれちょっと安全な火の出方だよね。めっちゃ安全じゃん。やっぱ意外にこうつまみを緩くするのかな。おお。息子の火ってめっちゃいいわ。洋館の辺見たらちょっとやっぱ怖いわ。普通に怖いわ。確かにね。熱いね。どうやって入れるの？ここで上作った。どうやって入れるの？入れるのバカむずいな。勢いで行くしかないね。めっちゃおもろい、めっちゃいい。うわ。CM 待ってます。おお、ぴったり。ぴったりよ。ナイス。できたー、できた、やったけー、すげえ、すげえ、うまそう、マジでうまそう。あ、やったんだよね、ゆるキャン見てから。じゃあ、カップヌードルいただきます。いただきます。うまうまめんまっ、めっちゃうまい。いつもさ、家でさ昼に時間なくて食ってるカップヌードル全く違う味が、うまっ、同じもんだから。最近食べたフカヒレより全然うまくいった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。いや、いいや。お、あ、一応完全密閉されてます。もうちょっと飯だから。
あ、なんかちゃんと枕みたいなやつで、ほんとに安い。こっからだと恐怖との戦いかもよ。でも静かになったら怖くない？めっちゃ面白い。いざ静かになったら怖くない？うん、まあ、正直ね、寝心地マシだけど良くはないからね、うん、全然。まあそうね、まあでもね、思ったよりは寒くない。そうだね、寝袋がね結構優秀。まあ寝返りとか打てないからね、寝袋は。まあほらね、まあ出たか言ってられないですからね。まあそうだね。今日2日目はまずたっちゃん池行って、うん、そこから埼玉移動して旗トンネル行って、うん、そうだね、そこから群馬に移動して、このね園原ダム、そしてテントに宿泊と。まあ3日目からもね、うん、さらに過酷な、これ以上に過酷なね心霊旅が待っているので、お楽しみに。今日は寝てゆっくり体を休みましょう。そうだね、疲れてるし、疲れてる可能性もあるからね。いや、やめろよ、そんな言い方。疲れる可能性あるからね。確かに、もう寝て体力回復しようと思いきや疲れるみたいな。ね、なるほどね。疲れ取れて疲れてるっていうね。そうさらに。そういうことないですけど。怖いなぁ。せんめ。あぁ、なんだこれ。カップルすぎる、これ。あれかデネブアルタイルのベガ君と指さす夏の。めっちゃいい声。めちゃめちゃ景色いいじゃねえか。天気いいよ。これ絶対晴れるね。めっちゃ豪勢見えるな、これ。絶対豪勢じゃん、これ。ハリボテ見えない？確かに。壮大すぎて、あまりにも壮大なもの目の前にするとね、どうせ見えるんだよ。はい、というわけで心霊スポットにテントで泊まろうでした。はい、もうあのね、これはおすすめしませんね、うん、これはあんまり。はい、というわけで100時間心霊旅3日目がスタートします。はい、まあ今から僕たちは、はい、昨日、行けてないので、はい、まあ風呂に行こうかなと。そうっすね、さすがに。じゃあその後僕らは釣りをします。釣り？あれこれ高い、高い、あれ、え、どうやった、え、やばい、ここマジでめっちゃ高い。ここマジですげえ、早っ。サイレントキルがいっぱいいる。あ、え、え、え、待って待って待って、うお、嘘、嘘でしょ、落ちちゃいる。